南さつま市の保育園に子牛がやってきました。子どもたちに牛や牛乳に親しんでもらおうと、触れ合い体験やバター作り体験が行われました。このイベントは県酪農本所青少年女性部が牛や牛乳に親しんでもらいたいと毎年県内各地で開いているものです。園児たちは牛について教えてもらった後、バター作りの体験をしました。作った後は試食タイムです。頑張って作ったバターの味は？おいしい。おいしい。一生懸命作ったからおいしい。お味はどうですか？今日は園に子牛もやってきました。園児たちは子牛を優しく触ったり、聴診器で心臓の音を聞いたりしました。ふわふわして暖かかった。パーティーのダンスしてるみたいな音がした。思い出としてはもちろんですけども、これからまあ牛乳を飲むときに少しでもこう牛さんから絞られてるんだっていうのを思ってもらえたらなと思います。園児たちは楽しい時間を過ごしたようでした。今までずっと遊んでる。